平流星チャンネルです。はい、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。クールスのね、バンドを約50年近くそばで見てこられた、本日はジェームス藤木さんのマネージャーであられますボブさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。ボブ藤原です。よろしくお願いします。クールスのまあコンサートライブといったら、やっぱそれなりのね、まあ、不良って言いますかね、ヤンキーが多いと思いますけど、はい、何か大きな喧嘩事件があったと聞いたんですけど、本当の話ですかね。まああったっちゃあったんですけど、まあ、クールスって結局会場拒否、貸してくれない、暴走族が集まるから貸してくれないとか、まあ、いろんなことがあって、中野サンプラザなんかもやらせてもらえないとか、いろいろ、まあ、あって、まあ、小さな箱なんですけども、高円寺にあるライブハウスで、まあ、ジェームスさんが、UFO クラブ。ね、UFO クラブですね。で、ジェームスさんがイベントをやってまして、まあ、そこにお客さんとして僕は参加してたんですね。何が原因かよくわからないんですけども、そのお客さん同士が喧嘩を始めたんですよ。その、ライブ中にね、狭い箱だから、こう、危ないじゃないですか。まあ、そしたら演奏中かかわらず、ボブ、止めろって、いきなり、名指しで、喧嘩を止めろって言われたんですよね。で、まあ、マイクで。はい、マイクで。でも、やっぱ、先輩後輩、もう、絶対ですから、まあ、止めに入ったんですね。で、まあ、酔っ払って喧嘩してるんだけど、僕はまあ、酒を飲まないので、まあ、冷静に止めてたんですよね。だけど、うん。冷静に止めてたんだけど、殴られたりすると、やっぱ冷静に怒ったわけですよ。もうでバーンって、じゃあ表出ろみたいな感じで、そしたらもう、気がついたらパトカーだらけになって、その UFO クラブが、青梅街道と神田の交差点にあるんですよ。交差点中、パトカー来ちゃって。で、結局、喧嘩もちゃんと止めたんですけど、ライブも止めました。で、まあ、まあそういう話で、すいませんでした。お前で、一番喧嘩っぱいって言われ、いやいやいや、そんなこと言ったら見てる人がみんな本気にするじゃないですか。やめてください。その日はクールス見れませんでしたよね。別なとこでお泊まり。最悪だからそれから喧嘩はやめようって、もう河合直子の歌かなんかが頭の中ずっと流れてるって知らないよね、ほとんどの人がね。ほとんどあ手が立ってる人はね、結構いい年してる人。ありがとうございます。クールスの一番好きな一つのツールとしてはポスターが好きだったんですよ。ああ、ワイルドがね。ワイルドで、革ジャンで、バイクで、はい、しかもなんならドラム缶とか、はいはい、ちょっと溜まってるあの感じ、はい。あれはもう当時のね、昭和の不良のね、家には必ずあれと、ラークの灰皿と必ずあったんですよ。だよね。クールスのポスターと。フランクがこの辺殴られたポスターとかね。ありますよ。1970年後半ぐらいになると、ちょっとイメージは変わります。そうなんですよね。ドラム缶持ち上げたようなポスターじゃなくなりましたもんね。はい。舘ひろしさんが抜けて、いきなりクールスロカビリークラブになったじゃないですか。で、あの時も、なんでってなったんですよ。あの時レコード会社も変わったんですよね。で、レコード会社が変わったことによって、クールスって名前が使えなくなるって、ところがそのロカビリークラブは別にそのクールスの人たちが、それで行こうとか決めたわけじゃなくて、もう政治的な話ですよね。結局クールスロカビリークラブなんてフルネームで言う人なんていないじゃないですか、うん、クールスクールスって、うん、でまあそうなって、六本木のディスコの入ってるビルの1階のねところで、村さんが赤いジャケット着てみたいな、でまあ、秀道さんだけそんな変わってなかったけど、なんかいい子な感じのクールスのポスターになりましたよね。そうなんです、うん、曲聴いてみたらさ、あれクールスこのまま変わっちゃうのかなってみんなが思ったと思うんですよ。で、LP の次に出た LP のをかけたらいきなりビアグッドボーイだったじゃないですか。そこです。そこ俺もね、自分の中ではやっぱり一番もうビアグッドボーイが一押し大好きな曲なんですけど、あれ聞いた時に、おかえりクールスと思ったからね。ジェームスさんめちゃくちゃ暴れてましたね。もうジェームスさんもう高い声と、うん、もうな、ねえ、やられたなと思いましたよ。真骨頂ですね。はい。トーンダウンどころかトーンアップしましたね。そう。歌詞カード見ると、よくこんだけひどい言葉を並べられたなって、あれ歌詞カード見たらね、逆に笑っちゃいますよ。うん。こんだけ暴言吐けるかみたいな。うん。
その時にいろんな政治的な先ほどおっしゃった、はい、まあ、名前が変わるとかいろんなことがあった思いを実はあの曲に秘めたという、はい、これがもうね秘話ですよね、はい、あの歌はもう名曲だと思いますよね。頭に来るぜ。そう、まさに頭に来てるんです。そうね、うん、誰に対して怒ってたか俺は大体知ってるけど、ジェームスさん、まあ、自身から湧き出るこのミュージック音楽曲ですよね。はい、どうやらいろんなルーツがあるとお聞きしたんですが、ちょっとその辺のお話もご披露お願いします。はい、ジェームスさんが作る曲って結構スローな曲なんかやっぱメロディーラインとかがすごくこうやっぱ繊細だったりするんだよね。優しいだけど激しい曲に対しては激しさもある。エルヴィス・プレスリーでも何でも黒人の、ね、貧しいところに住んでて黒人の音楽をね聴いて育って、そしてカントリーミュージック白人の音楽だよね、それを融合させてロックンロールって形にしてこうオリジナルでエルヴィスもう大ブレイクしましたよね。っていうことは黒人の音楽のなんかルーツはジェームスにはそれがあるんですよ、うんうん、音楽の作り方とかリズムの取り方とかそういうものがあるからああいう名曲が今数々の名曲ができてると僕は思うんですよね。だけどバンドって一人じゃできないから中にはやっぱその音楽の方向性の違いとか絶対ある。その中でもやっぱりクールスっていうそのまあバンドをねジェームス藤木がリードしてったわけだから、ジェームスさんのそのセンスっていうかその感性持ってる。だから僕がジェームスさんになんでギター始めたのって、なんで曲作り始めたの、なんで歌ってるのって、もうなんで攻撃をした時にジョージア・オン・マイ・マインドを聞いてね音楽をやろうと思った、ちっちゃい時に。そうなんだ、あの歌が入り口なんだと思った時になんとなく理解できたんですよ。だから、まあ、これからもだから、まあ、笑顔のね笑顔の奇跡もう今頑張ってやってるあの曲なんかも優しいメロディーでなんていうのそのジェームスさんのその魂みたいなのが聞けるんで、もうこういう年の取り方はいいのかなって僕は思ってますよね。生きていく限りは避けられない。
さんの曲、もちろん名曲っていう言葉じゃなくて、私の中では綺麗っていうか美しいんですよ。はい、それって先ほどボブさんと打ち合わせするときに理由があると思うんですけど、はい、そうですね、もともと黒人音楽ってご存知だと思うんですけども、教会音楽ですよね。ゴスペル、神様のための歌だったり、その神様を通して人々に伝える歌なんで、あんまりそのなんていうの、トゲトゲしたような音楽ではないわけですよ。すごく綺麗なメロディーで、要はそのゴスペル、黒人のそのなんていう教会音楽みたいなのがそのルーツにあるから、優しい旋律もできるし、僕は音楽評論家じゃないから何とも言えないんだけど、僕がジェームスの歌を聞いて心に伝わってくるものはそう言ってるって感じしかないんですけど。なるほど、はい、私も大好きな、まあ、曲としてはミスター・ハーレー・ダビッドソン、はい、あれまさに今ハッとしたのはゴスペルですよね。そうなんですよ、ファルセットとか、そこ、そう、うん、クールスの楽曲の中で結構ファルセットを使ってるんですよ、うん、これがね、ジェームス・ウジキが一人で弾いて一人で歌ってたら話は別だけど、うん、ね、やっぱ5人6人でやってるもんだし、サポートでサックスだなんだって入ればまた大所帯になってきて、それでそれを成立させようと思うとなかなか大変だと思うんだけど、まあ他ではあまりやってないでしょ多分そのバンドでは。クルースのまあ本日はね、まあ、魅力っていう形でお話しさせていただいてますけど、はい、ギャップが絶対にあると思うんですよ。そうですね、はい、当初言われたあのポスターで見せるその暴力的な破壊的でものすごくのところなんだけど、音楽となれば今言ったらもしかしたらもう美しい、はい、けどもロックンロールだと、これが全部合わさって破壊的な人気を生むんですよね。そうなんですよ、まさに、はい、その通り。ジェームス・ウジキ、天才ジェームス・ウジキが最後の最後まで本当音楽家としてこう頑張っていけるような、あの新しいものをもうぜひ皆さんにも期待してもらいたいし、あの俺たちサポートメンバーも含めて全員でバックアップしていきますんで、本当これからもジェームス・ウジキよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあまたね、いろんな話聞きたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.